マジでおばさんだよな。今日の波どう？今日の波は膝ですね。おお。当たり？まあぽいね。しかも俺新年始まってさ、挨拶してねえんだ。海に向かって気をつけてれい。お願いしますよ。気をつけやれい。お願いします。江ノ島と ツーショット撮ろう。ここだったら綺麗に映るよ。綺麗だね。うん、映ってる。映ってるよ。今日鬼漏れじゃん。かわいい。クソおばあちゃんやけど、いいね。かわいいじゃん。どうも、そのエンジです。今は時刻4時半。夕日見れるかな、ね、あんちゃん。結婚して2年が経とうとしてるね。嘘の言い方。カット。もうさ、結婚してさ、丸々2年経つじゃん。うん。どう？あっという間だった？短かった？どう違うん？そのあっという間と短かった。カット。あっという間だった？長く感じた？え？長くは感じないよね。長くは感じない。すぐだよ。あっという間だったね。あっという間だったし、でその最初の1年より2年目の方が濃いかったから、いろんなこと挑戦できて。なんでもらったの？いや違う。毎回こういう会話になるのだと思って。また同じこと言ってる。そう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 。だから言っちゃうよと思って。確かに。いやていうか。結婚してからの変化が多すぎて、仕事も変わったし、住む場所も変わったし。そうだね。うん。普通にアパート借りてさ、住んでたじゃん。で、それでルースと一緒に住む家にまた引っ越して、なんか変化がコロ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 多すぎて、あっという間だった。マジであっという間。それは5年はマジですぐだよ、ね、もうまず3年だべ。すぐじゃん。3年だべ。すぐだべ。使い方合ってる？いや、まあまあ合ってるっちゃ合ってるから。言いたいと思うやろ。すぐだべ。ケツ痛えべ。アスファルトケツ痛すぎだべ。で痛すぎだべじゃん。痛えべよって。あ、痛えべよって言う。痛えべよ。なんかOK。どっちがいい？九州そういう。でもさ、九州やったらさ、痛かーよ。あー、痛かー。ガバ痛かーみたいな。でも俺言わなかったな、痛かーとか。いっちょんとかは言ってたけど。へー。いっちょんすかんとか。ガバとか使うよ。最初会った時すごかったもん。あ、そうだ。なんか、宮原子だなーと思ってさ。ガチ？うん。だって京子の地区ってもっと田舎じゃん。うん。しかも高校も田舎だったし。あ、そうそうそう。そういう人ばっかの集まりだったし。すごかったもん。向こうの方面の強めの人たちよね。あ、でももうすぐ雪沈むじゃん。やば、ほんと。すげえ、富士山見えるし。見えるでしょ。
あ、顔出してる。てっぺんだけ出してる。うち神奈川に来て初めてできた友達、富士山。富士山はね、いつもね、仕事終わって帰るときにね、お疲れ様って言ってくれる。あったかいオレンジ色の、あったかい色で私を包み込んでくれる。今日も頑張ったねって言ってくれる。素敵だね。そう。だからね、そういうの好きだ。そうだね、悩みがある人はまず海に行こう。そうだね、もう広すぎてさ、ちっぽけに思えてくるよ。嫌なことがあったらこういう夕日を見ると忘れる。なんか、あーってもうチャラに心が真っ白に。素敵じゃん。もう暗くなった。いいね、富士山と夕日バックで。やべ、バッテリーね。え？プラスだ。もう夕日が沈みます。ちょっと寒いんで帰ろうか。帰ります。やっぱ心が病んだら自然に頼ろう。ストレスが溜まった時は自分らはこの海に行きます。もう本当この場所があってよかったなって俺も思う、ね。うん、さらに京子がいたらなおさらいいなって思う。まあ可愛いんだから。ってことでバイバーイ。